不少艺人为了保持人气，一直树立单身形象，但同时亦有例外，好似32岁日本男星佐藤健就多次公开表示希望在35岁前结婚。早前佢更加离开旧东家独立发展，有人就估佢咁做系为将来结婚铺路。好在 fans 相当支持佐藤健嘅计划，令佢并冇因为咁而减少人气，依然系一众广告商嘅宠儿啊！好似呢日佢就再为一个品牌拍广告，呢个广告嘅上一辑出街之后大受欢迎，佐藤健都好开心啊！LINE もらいましたね。あの動画いいねっていうの友達から何人かから来て、やっぱり反響あるんだなというか、注目やっぱされてるんだなっていうのを感じました。嬉しかった。もちろん嬉しかったですし、まあその返事にはなんかへへぐらいに。返事しておきましたけど、結構そのこの同じ仕事してる友達からとか、あとは動画とか作ってるクリエイターの人たちからすごくあれいいねっていう風な声をいただきました。拍摄时佐藤健要表现出舒服的感觉，他就说这部分是最大挑战，演戏经验丰富的他都 NG 了好多次，导演先收货吧。風ですね。こう風を当ててもらって髪だとか衣装だとかに当ててもらってるんですけど、やっぱその風を感じるだけで急に絵が気持ちよく見えるんですよ。そこはなんていうんですかね、今のカメラワークとか動きは良かったけど、もうちょっといい風が来るかもしれないからもう一回とか、そこを結構こだわって何回もテイク重ねました。讲到舒适感，其实佐藤健私底下对呢方面都好有要求噶，尤其系着衫方面，舒适系佢最重视嘅一点啊。僕もその肌に触れるものとか、何でも気持ちいいものじゃないと嫌なんですよ。だから服でも、こうなんていうんですか、タオルとか、結構そういうのには割とこう多分人一倍こううるさいというか気を使ってるので、まあなんですか、素材こう。肌に何か気持ちいい素材が触れた時とか、何ですかね、食感とかじゃないですか、そういうのを感じた時が気持ちいいですね。どんな素材で作るんですか？夏とかだとちょっとこうひんやりした生地のものがあったりするじゃないですか。まあ柔らかくてとかゴワゴワしてなくてっていうのはまあもちろんなんですけど、なんかこうひんやり感ある布好きですね。まあ冬は逆にあったかい、なんかモコモコしてるものとか好きですけど。